パパさん、前に質問した。手の先や体から白い煙が出ると質問した後、家のミニチュアダックスフンドがヘルニア2回手術できなくて、私が毎日手のひら当ててたら少し似まし、素晴らしい。人の気というのかな、思いというものをさ、一点に集中させて、それを悪用してさ、何この、心霊史実とかよくわけわかんないこと言ってさ、デタラメなことをして、高額なお金を儲けてる人とかがいたりとか、そういう方向に走る連中がいるから、真にそういうことがね、叶う人たちっていうのが、みんな疑わしく見えてきてしまうわけですよね。だから、そういうところも含めてね、自分の力っていうものを信じるってことは大切だと思いますよ。私の父母は離婚しており、私は現在母と住んでいます。父も、父方の祖父母の生死もどうなったかわかりません。それでも父方のご先祖が守ってくださることがあるのでしょうか、霊魂として縁は切れてないのでしょうか。守ってくださることがございます。例えば、おじいちゃんですとかね、が、ポン猫さんのことを愛おしくて仕方がなかった。ね、幼い頃。可愛くてしょうがなかった。あるいはね、魂としてのつながりっていうものがね、とっても強いところにあって、魂的にですよ、切っても切れない縁があるっていう場合には、ちゃんとご先祖様として見守ってくださいますよ。血のつながりだけの問題でもなかったり、血のつながりが大事だったり、様々な理由で守ってくださってる方っていうのは、と変わるんですけれどもね、そういう場合もありますかということであれば、そういう場合もございます。パパさん、回答ありがとうございます。ご先祖様ありがたいですね。ありがたいですよ。ご先祖様はありがたい。唯一証明のできる、お化けさんなんですよね。ご先祖様っていうのは。そこに必ず証明されているものなんですよね。誰が何と言おうとご先祖様なくては今いないんですよね。私の病気の第二のお薬は大好きなコミック本を発売日に買うことです。いや、それは素晴らしいね。本当に素晴らしい。目の前にある豊かさ、手の届く豊かさで、自分の心を満たせるというぐらい、人として幸せなことはないですね、と僕は思っておりますよ。パパさん、こんばんは。父が亡くなって2年になります。仏壇にお供えをするお食事なのですが、そろそろお茶だけでもいいのでしょうか。食事をずっと備えていた方がいいのでしょうか。いい場合や お肉、お魚をお供えしない方がよろしいのでしょうか。いや、そんなことはないですよ。でも、お食事はもういいんじゃないのかな。お茶、あるいは、本当はお水もよろしいんですよ。お水喜びますよ。お水ね。それからね、欲しがります。お気持ちの中でもってね、聞こえてくるものがあったら、そういう時はね、お供えしてください。うちはご飯を炊いたときは、一番最初に炊いたご飯を、お仏壇というかね、ご家の前に備えることにしております。そういう形でよろしいのではないのかなっていうふうに思いますというか、うちはそういう形でもっとお供えをしております。私の彼は全く、彼は薬全く受け付けず、病院も行こうとしません。でも年に1回の検診と2年に1回の胃カメラと大腸カメラを受けてもらっています。コロナで怖いんですね。今コロナに対してとっても警戒している人たちで、僕が一番警戒しているのは、
差別なんですよ。もう初めからコロナが始まった時からずっと言ってますけど、疫病が流行った後って必ず差別が始まるんですよ。もうすでに差別始まってますよね。例えば法事がありました。今日も病院の帰りにタクシーで帰ってきたんですけどね。今年の7月にお父様がお亡くなりになった九州で。で、東京で働いて、お前は来ないでくれっていうふうに親戚から言われたって言うんですよ。これって差別だと思いませんか？ねえ、東京に住んで東京で働いてるっていうだけでもって、お前は来るなって言われるような、そういう社会っていいのかなっていうふうに思うんですよね。だから、差別だけはしないような世の中に進んでいかなくちゃいけないなっていうふうに思いますね。必ず始まるんですよ、そういう差別が。根拠のない差別がね。でも、東京の人はその中で、ど真ん中で暮らしてるわけですからね。そこのところも理解していただきたいなっていうふうに思いますね。おばさん、昔の話をよく覚えてますね。ああ、駄菓子屋さんの話ですね。駄菓子屋、1個10円でしたね。僕のことはね、まだ2円とかあったんですよ。2円とか5円とかね。高いのはありましたよ。もちろん50円ぐらいするのも、とてもじゃないけど、なんだろう。手が出ないようなものはありましたけどね。